はい、マジシャンのキラです。やっとですね、ソレスノ見れましたんで、ちょっとこれから番組を改めて振り返りながら、その裏話とかできたらなと思いますんで、ぜひ楽しんでください。それではどうぞ。ちょっとね、トークが弱めということでね、滝沢さんのね、話エピソードをねしてくれたんですけど、オチが弱めだったんで、ディレクターさんの話によるともうちょっと面白い話があるってね、振りが実は撮影時あって、その中でこの話だったんで、はい、トーク弱めということでね、査定させていただきましたけど、まあ、トーク大事なんだよね、マジック。うん、面白いかどうかっていうのもそうなんですけどね、興味を引くかとかね、その点のね、人によってトークの仕方であるんで、はい、もう早速、マジシャンの働いたらいくらになるっていうね、金額のお話が出てきちゃいましたけどね、深澤くん、ちょっとね、お金にすごい興味があったみたいで、お金の話再三するんですよね、ここから。いや、まあ気になるとこですけどね、誰だって当然ね、当然ここでも働くっていう話ですからね。にしてもお金の話食いつきやっぱりすごく強めでしたね。また金の話ですかなんてね、言っちゃいましたけどね。まあね、僕もね、ここではできるだけバラエティ番組なんで、少しでも面白くしようと思ってですね、こういうやり取りしてますけどね。深澤くんがですね、まあ初対面だったんですけど、ツッコミとかバラエティがすごい向いてる子だっていうふうに聞いてたんで、あえてこうやってね、ボケですね、はい、やっておきました。それについてちょっとわたわたするっていうね、やり取りを作りたかったですからね、当然深澤くんもそれに乗ってくれてわたわたしてましたけどね、はい。マジシャンに大事なもの3つ、ね、1つ目ビジュアル、ね、好かれるかどうか、好き嫌いね、これが大事ですよね、はい。でここの例えひどかったですね、目黒さんがマジックをやるとおーっとなるけど、深澤くんがやるとなんかチーンとなってるっていうね、例えがなかなかひどかったですけどね。まあここでね、やっぱり分かるのは深澤くんいじられキャラですよね、うん。まあ、いじられキャラってでもね、実は愛されキャラなんで、うん、とてもいいことですよね。まあ、この辺まではですね、まだ冒頭なんで、ちょっと深澤くんとのやり取りも全然まだまだ手探りの状態で進めてるんですけども、うん、僕なんかもね、ちょっとね、目座った状態でこんな顔しながら、はい、面接官やってますけどもね、まあ、普段からこんな顔してるわけじゃないんですけどね、今回ちょっとそういう設定で、やらせていただきました。2つ目、人気。もう当然ね、スノーマンですから、人気はね、はっきり言ってしまうと、どのマジシャンよりも、僕含めたどのマジシャンよりもね、人気ありますからね、うん、これはもう間違いないですね。写真集の話にもなってましたけどね、需要があればあるでしょ、そら、うん、みんな買ってくれますよね、そらね、マジシャン深澤で、写真集なんかねできるとこれいいですよね、うん、ぜひマジシャンになってほしいですね。というわけでね、3つ目の表現力ということで、表現力大事ですよね、うん、もうこれは舞台に立つものとしてはもう何よりも大事なことじゃないでしょうかね。マジックの指先のテクニックっていうのはね、もう前提なんですよ、大事なものじゃなくて前提、はい。ですから大切なものはあえてこの3つにさせてもらいました。というわけで表現力水着テストをね、深澤くんやってもらうということになりました。カードマジック、カード1枚引いてもらって当てるというスタンダードなマジックなんですけども、もちろんね、カードマジック、その当てるマジックでもやり方ってもう無限にやるんで、そのうちの一つのやり方なんですけども、まあこの時にね、深澤くんに抱いた印象というのはですね、いや非常に真面目ですね、うん、とてもいい意味で真面目ですね。やっぱりこの時話したんですけど、こうアイドルの、ね、タレントの子たちはよくあるんですよ。例えばジャグリングを習ったり、その今回のマジックだったりとかですね、専門家に習うシーンがあるんですが、やっぱりその不真面目な適当な心構えで、習うっていうことをすごくしない人たちなんですね。これ僕ジャニーズの子たちにすごいたくさん何度も会ってるんですけど、関ジャニ、カトゥーン、元スマップの皆さん、ジャニーズウエスト、平成ジャンプ、うん、他にもね、たくさんお会いしてますけど、みんな一様に言うのが、専門の、パフォーマーの方に失礼がないようにってね、必ず言うんですよ、みんな。ここがね、もうジャニーズの子たち、もうすごい徹底してるというか、もうみんな共通してるんですよ。なので、僕ね、ジャニーズの子たちね、
っきり言ってね、まあ好きですね。とってもいい子ですね。これ以外言いようがないです。マジックを見た時のリアクションもいいから、単純にもう素直な子たちなんだなっていうのはね、すごい思います。まあ、いつもね、子たちなんだななんて言ってますけど、どうしてもね、僕の方が年上なんでね、許してくださいそれ。はい。実技の査定に入るわけなんですけども、どういう点を僕見てたのかというと、マジックの技術ではないですね。もうマジックの技術はたった15分しか教えてませんから、これを向上させるというのは非常に無理があるので、そこの点は全くと言っていいほど見ていません。まずオリジナリティ、そして立ち振る舞いで、ここでも言いましたけど、ショーマンシップってやつですね。舞台でどういう風に立ち振る舞うのか、お客様に対してどう振る舞うのか、そして演出がどうなるのか、最後の着地点カードを当てるというところまでどのように、彼が持っていくのか、ここをね、非常に見ていました。で、登場からね、挨拶、自分のこと、自己紹介から当然始まり、カードマジックをやる、ね、この説明が入りましたね。これ大事なんですよね。意外とこれできないんですよ。何をやるのかもわからないまんまマジックを進めちゃう人ってすごく多いんで、これが何もこんなこと教えてないのにできてしまうということは、深澤くんは客観的にそのショーの、約5分のショーの構成がもう頭の中で出来上がってるということなんですね。まあ、ここから分かることは、彼は非常に頭がいい子だなということが分かりますね。そして、カードをお客様に渡して、切りましたよね。でお客さんが切ってる間に当然ここで間が空くんですよね。そこで彼がやったことは、お客様のカードの切り方に関して拾ってますよね。トークで間を埋めるトーク、そしてお客様のやってることを拾うという技術ですね。もうここがありましたね、すでに。そして、カードをバラバラになってる状態を確認するんですけども、ここで皆さんね、よくやりがちなのが、一般の人だとですね、自分がカードをこうやって見ちゃうだけ。深澤君はこうやってカードを皆さんに見せてるんですね、ちゃんと。これできるかどうかチェック項目として自分の中に入れてたんですけども、さっとやったんでね、まあさすがだなと思いました。やっぱりこれは普段舞台に立ってるからこそできることなんでしょうね。当然査定ポイントアップですね。はい。で、カード1枚引いてもらう際、カードをこう広げるんですけども、手の中で当然一番初め、どうやってカードを広げていいのかね、分からなかったので、深澤くんがこうやってやるんだよなんて教えたらすぐできましたね。飲み込みが早かったですね。はい。さらにお客様にカットしてもらうというシーンが入りました。で、実はこの方法だともしかしたら失敗する可能性がありました。いや、危なかったですね、これもね。でもね、問題なく無事カードを当てるというのは成功してるんですけども、実はここ段取り軽く間違えてます。でもいいんです、結果うまくいきましたから。これは些細なことなので、その技術というか、そのミスというのは初めての舞台なので、そういうことも全然ありますので、でも結果そこはうまくクリアできたということは、これは運がいいということなんですね。で、自分のカードがあったと思ったら、深澤イケメンと思ってください。これね、完全に彼のオリジナルの演出ですね。はい。まあね、客席で見れて、まあ、内心うっとうしいなと思いながらね。いやでもね、これいいんですよ。こういう部分ができるっていうのはね、僕にはできない部分なんで、ユーモアの要素っていう非常に大事なんで、そこをさらっと自分なりのやり方で入れられたっていうのは非常にやっぱりポイントアップですね。まあここはやっぱり僕としては羨ましくもある部分ですね。非常に素晴らしいです。カードを見せていって相手の表情を読み取ってるんですけども、そしてもう一回いいですかなんてね、一度二度こういうことを確認しながらやってますね。ある段階でカードが何かがもう把握できるんですけども、リアリティを持たせるためにですね、マジックにおける演出はこういうことなんですよね。例えばさらっと、はいこれですってやっててもドラマチックになりませんから、相手の表情を見ながら、もしかしたらこれかもう一度いいですかという演出を入れることでドラマチックになる、ドラマメイキングですね。この部分が非常にちゃんとできている、非常に素晴らしい。ポイントをマイナスするところがね、あんまないんですよね。やっぱり100点は出してあげたくないじゃないですか、1回目で。初めから人間100点取ってしまうと勘違いしちゃうんで。ただね、今
今のところねやっぱねないんですよねマイナス要素。まあまあちょっとその段取りがちょっとねちっちゃく間違いというかちょっと違う風にしてしまったことぐらいですかね。うん、でもほぼないですよね。そこも運でカバーしちゃったんでこの人は。で最後、カードをハートを7番当ててということは深澤はお父さんにイケメンというふりをして、最後着地するというですね、うん、構成としてですね挨拶のところでイケメン担当の深澤です、で自分のカードがあったと思ったら深澤イケメンと思ってください、で最後に深澤イケメンで落ちてると。見事ですよね、うん、あの3段構成でしっかりとその深澤イケメン、実はそのカードを当てるっていうマジックの中で深澤イケメンというワードを散りばめて、そちらで終わらせる、要するに、マジックハートの7番が当たったことよりも最後の印象見た人の印象は深澤イケメンと言ってる人という印象になってるんですね。これねはっきり言うと僕でも勉強になったなっていう感じですね。非常に素晴らしいですね。うん、いや参ったなこれ。はい、というわけでね金額の査定は400万円というわけでですね非常に大きな金額になりました。まあ、もちろんねワンショーをやるって言ったらさっきみたいな5分間のね一ネタだけだとそれは無理ですし、もちろんいろいろショーを作るそのためには勉強もしなきゃいけないしたくさんのハードルはもちろんあるんですけども、もし彼がワンショーやることができたら当然お客さんも呼べますし興行としては非常に成り立っちゃいますからね。いやそのぐらいになってもおかしくないのかなってね、思います。むしろね僕と一緒にやりますか一緒にショーやりましょうか。そしたらね多くの人も見てもらえますしね、うん、いいかもしれませんね。なんか夢があっていいですね。ここでね手品というのは何が大事か、手は一つしかないけど口は3つ、そう手よりも3倍大事だというねトークされてますよね。うん、いや非常にいいことをおっしゃってますよね。これ僕が言ったんじゃなかったかな僕が彼に言ったんじゃなかったかな。うんまあいいでしょうね、自分のものにしていくね大事ですよ。うん、ピカソも言っています、二流は真似をする、そして一流は盗む、ね、うん、もう一人マジシャンに向いてそうなメンバーがスタジオにいましたね。はい、この渡辺くん1000万から100万にゼロが消失してましたけどね、いつの間にか、うん、いや向いてるかもしれないですね。やっぱりね好かれる人応援される人っていうのはねやっぱり大きな要素ですよね。うん、見慣れたいものです。はい、マジックをお見せするとすごくわかりますよね。素直で感受性が高い子だということがこのリアクションからわかりますよね。でリアクションはいい、お金は好き、執着心は強いということで3拍子揃いました。おめでとうございますさあというわけで、このような査定になりました。言えることはもうとても深澤くんいい子だったってね、この一言ですね。そしてマジックに対してもマジシャンとしての才能もあり、うん、査定は高く400万高評価でした。この後ですね、深澤くんとはですねちょっと仲良くなりまして、ぜひマジックも習得したい、もっと習得したいなんて言ってるんで、これからねどうなるんでしょうね、ぜひ楽しみにしておきたいと思います。それでは、こんな感じでしたけどいかがだったでしょうか。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。また見てね。